地声でも裏声でも。そうなんだよ。ね。変わんないのよ。すごい。すごいっすよ、ね。それは本当にすごいですよ。地声を張ろうとしたりするときに、のど締めになってしまうことがあるんですけども、ねね、必ずしもそうなっていない。そうなんですよ。今日の番組は、今日のスポンサーのセクションだ。お送りします。はい、どうも、皆さん、こんにちは。マイスクリーム講師のデスノミーさん、マホーンと、はい、皆さんこんにちは、ボイストークターのリーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もありがとうございます。ということですね、先生、はい、今日もですね、大好評だと思いたいんですけど、はい、アーティスト解説よしていきたいと思います。アーティスト発声解説ですね。発声解説ね。そうです。で、今回ですね、どどん、ゆりさんです。ゆりさん、今回ゆりさんやっていきたいと思います。めっちゃ聞いてます。いや、僕もです。はい、大活躍ですよ。そうですね。もう聞いてない人ほぼいないですよ、はい、だからまあ皆さんが聞いてるってことは、うん、それだけやっぱ魅力的な声を持っているってことだと思うので、はい、これもやっぱ先生、声帯の専門家、ミックスボイスの専門家ですから、ここはまあちょっと先生の力を借りてですね、いろいろとこう分析を細かくかけていけたらなと思っておりますんで、あのゆりさん好きですよという方はもちろんですね、あの発声の勉強されたい方、あとゆりさんといったらディストーションね、歪みかなり声、ね、僕は専門ですけども、ありますから、その辺の勉強したい、発声の勉強したいとかいう方にも、あの、ぜひご覧になっていただきたい内容なので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいですと。ということで、このチャンネルでは日々発声関係のお話とか、ボイトレ関係の話とか、アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いしますと。ということで、じゃあ行きましょうか。はい。はい、じゃあということで行っちゃいたいんですけれども、はい、なんかやっぱ、ゆりさんの歌声って、うん、結構唯一無二じゃないですけど、はい、割となんかその、教科書通りっていう感じでもあんまり聞こえないんですよね、うんうんうん、そう、なのでなんかいろんな秘密が詰まってるのかなって思っているので、ちょっとじゃあまず早速伺っていきたいんですけども、うん、はい、なんか噂によると3つぐらいに今日はまとめてきていただいたみたいな、はい、っていうところで、じゃあ1個目早速伺っていいですか。はい、はい、それはまず1つ目ですね。はい、これは圧倒的な地声です。なるほど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 、これなんですよね。まあまずここですよね。ここ、まあ、完全同意ですね。これはね、うん、このミックスボイス全盛期の時代に、はい、この地声で聞かせてくれるというね。なるほどなるほど。結局地声なんですよ。地声が好きなんですよ。アタックされますからね。そう、響くから走ってくるじゃん、うん、結局ね、きますきますきます、うん、だから攻撃されるから。そうなんですよね。厚さを感じますよね。感じるよ。もう ドライブ感じゃないけど、そう、めちゃくちゃ熱い思いというか感じますよね。これミックスボイス、ミックスボイスっていう感じじゃないんですよ。はい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 、なるほど。地声がしっかりしてるんですよ。うわ、なるほど。これはでも本当にボイストレーニングをね、うん、まあしっかり頑張りたいっていう人も見てるかもしれないんですけど、はい、やっぱり地声大事ですから。めちゃくちゃ大事だし、まあ、とにかくゆりさんが圧倒的だなって思うポイントとしては、はいはいはい、どこまでもあの声でいくんですよ、うん、どこまで、ね、全部、はい、あの声質になるんですよ。それこそミックスボイスだったら、はい、あの王道のミックスボイスだったら、うんうん、まあ、広く言ったらゆりさんのこのミックスボイスだと思うんですけど、ね、あの王道のミックスで言ったら、はい、高い音になるにつれて、基本的にはこの裏声との割合が変わってくるというか、うん、裏声よりになっていっていく、まあ音質が簡単に言うと変わっていくんですけど、はい、ゆりさんはね、変わんないのよ。そうですね。全部同じなんですよ。それで、例えばね、下手したら D5 とか、うんうん、まあ C シャープ5とか、はい、まあ、で、あのまま行くっていうのが、どういう駆動なんですかっていつも思うんですね。だからまあその声質、声を聞いて、ゆりさんだって分かるっていうのが、確かに。まあ、これがやっぱりアーティストなんだなっていうところなんですよね。大きいですね。なんでこうミックスボイスを出すことができると、高い声が楽々出せるようになるんですが、はい、まあ、かといってじゃあゆりさんのようにね、このエモーショナルを歌えるか、またそれはまた違うテクニックになる。そっか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 。ゆりさんのように歌うために、メッセージをしっかり届けるためには、地声をやっぱり鍛える必要。なるほど。まあ、その地声に秘密があったのは、まあ、僕は思いますね。なるほどですね。でですね、このゆりさんといえば、その地声もそうなんですけども、がなりですよね。まあ、かなり一緒に、その、まあ、感情の乗った歪み声のようなところが、はい、まあ、入ってきてるかなと思うんですが、まあ、地声に絡んでる、ね。そうですね。で、このまあ、がなり、このディストーションに関して言うと、ワモン君の大専門なんですが、いやいやいや、まあ、僕もワモン君にね、あの、協力してもらっている研究をさせていただいて、はい、そうですね。はい、まあ、これはですね、喉が特殊だから出せるというわけじゃないんですよ。まあそうですね。これはもう発声のテクニックですから。はい。はい、間違いないです。で、それがこの地声との相性が非常に良くて、あの出てらっしゃるというね。これはなんか逆もしかりで、はい、うんうん、地声が強いから、もちろん先生もおっしゃる通り、うん、地声が強いから相性が良くてがなれるっていうのもあるんですけど、うん、
逆もあって、逆もがなれるから地声が強いっていうのはある。そのがなりの得意の支えっていうのが、これちょっとマニアックかもしれない、はいはいはい、がなりの支えっていうのがあるんですよ。これ支えって結構このユーザーの曲を聴きながら、うん、でもさっきも安定したこの地声とか聴、ね、いてますよね、支え、うん、支えがかなり聴いてて、聞いてます、皆さんユーリさんの歌聴いてて、うん、まあなんか、まあ、ワード間違ってるかもしれないですけど、安心感あるというか、うん、なんかずっとちゃんと強いなみたいな、それあるな、ありますよ、あるある、押す、押す、押すを感じる。そう。背中で語るみたいな、そういうなんか安心感というか、を感じると思うんですけど。すごいエモーショナルなのに、うん、安定感がある。そう。安心感がある。そう、安心感がある。なんかすごく土台が、はっきりしてる。うん、で、やっぱね、ゆりさんの歌聞いてると、その、がなりの支えもそうなんですけど、うん、めちゃくちゃ体使ってるんですよ。なんかね、もうね、ここ、使ってるんですね。めちゃくちゃ、で、ここ使ってるし、響いてるんですね。めちゃくちゃ使ってて、どしっとしてるなって思うんですよね。なるほど。それがやっぱりそのユーリさんの自分の秘密なんじゃないかなと。体楽器なってんの？体を鳴らしてますよね。絶対声でかい。お会いしたことないですけど、ないけど、ね、絶対に歌声でかいですよ。って断言できますね。はい。うん。面白いですね。間違いない。はい。それでは、二、うん、つ目です。はい。二つ目はですね、はい、先ほど地声のお話ししました。そうですね。裏声もうまいんですよ。うまいっすね。うまいですよ。裏声うまいんですよ。裏声でも聞かせてくれるんですよね、これが、ね、そうなんですよね。あれすごいんだよな。すごいんです。これまたマニアックになっちゃうんですけど、あの、あんだけ地声で歌ってるということは、はいはい、相当、あの、いい意味で張ってるんですよね。うん、結構力強く言ってるんですよ。うんうん、で、裏声って、はい、まあ皆さんもイメージそうだと思うんですけど、うん、どっちかって言ったらこう、どっちかって言ったら弱い。なるほど。発声なんですよね。はいはいはい、なので、そんだけ地声で張ってたら裏声に行けなかったりとか、うんうんうん、ギャップがあったりとかで切り替えがうまくいかなくなる方も多いと思います。音質も変わっちゃったりとかして、はい、かっこよくないとかなるんですけど、はい、それなくて、はい、地声あったら、うん、裏声も同じとこみたいな、そうなんですよ、みたいな、そう変わってないみたいな感じ。これね、これ分かる人には分かると思うんですが、うん、これ、まあ、この呼吸なんですけど、はい、まあ、呼吸ですね、エネルギーなんですけどね、はい、まあ、その発声のメカニズムがあって、はい、呼吸の強さというか、そう、支えの強さを地声でも裏声でもそうなのよ、ね、変わんないのよ。すごいすごいっすよね。それは本当にすごいっすよ。いや本当にすごいっすよね、うん、びっくりするんですよ。なんかカルチャーショックを受けるんですよ。なのでその裏声にも、まあ、魂がこもったような、だからその相性といいというかね。確かに。でその裏声っていうのは少しがハスキーな声になりやすいんですから、はい、そうすると情感がね、乗るんです。なるほど。そうするとやっぱりですね、言葉にまたそれ特有の地声とは違うニュアンスを僕らが感じれるので、ずっとエモいんです、ね、はい、エモいわけですよね。なるほどですね、はい、なんか最初3つって言っちゃったんで3つにしますけど、出したら4つかもしれないんですけど、今から話すと。なるほどなるほど。あの、まあ、今ね、地声と裏声が変わらないテンションで出せますよってお話したじゃないですか、はいはい、そこに、まあ、含まれるかもしれないんですけども、まあ、その話で言うと、変えないようにする手立ての一つとして、発音結構あると特殊っていうか、発音とか口の形、はい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 、つまりが結構特殊なんですよね。それなんか僕もちょっとあのライブ動画とか拝見させていただいて、はい、ちょっと秘密あるのかなって気がします。ありますよね、はい、やっぱその基本的につるっと全部同じように歌うっていうか、うん、あの歌の基本としてですね、うん、フォームを崩さないために母音を崩すってのはよくあるじゃないですか、うん、その崩し方がちょっとやっぱ独特というか、うんうん、ユーリさんポジションにするため専用の母音の感じ、うん、なるほど、子音の感じ、なんかイメージとしては、うん、一塊にしてる感じというか、一個のなんかボールにしてる感じというか、うん、ここのボールから逃げないように固めるためのある種ですけどね、うん、締めるっていうんじゃなくて、固めるためのなんか母音とか子音のコントロールをしてるような印象を受けるので、そこの範囲で行ってるから、その地声と裏声の、まあ、呼吸もそうですけど、の感じが変わんないっていうのはあると思います。うんうんうん、まあ、っていうのもあるから、はいはい、特殊なところとしては思いました。うん、ちょっとあの項目1個増えちゃったかもしれないけど、これは思ってます。はい。と、はい、いうことで、じゃあ、はい、ラストでございますけれども、驚き人間、ゆりさんのラストの項目、どんな感じですか？はい。はい。それはですね、うん、力強い発声にもかかわらず、はい、喉が開いてるよってことですよね。そうなんですよね。めっちゃ喉開いてるんですよ。これさっきの安定感とちょっと似てます。似てますけどね。支えも効いてるっていうことが一緒なんですが、そうただ、その、がなりをしようとしたりとか、無理に地声を張ろうとしたりするときに、どうしても、のど締めになってしまうことがあるんですけれども、ね、必ずしもそうなっていない。
そうなんですよ、うん、なんか歌詞によって、うん、あえてちょっと締めたりしてるんですけど、それはね、これはあえてなんですけども、うん、基本的にはめっちゃ開いてますよね、うん、ゆいさんの発声は支えが効いているので、はいはいはい、まあそういった支えをよりどころにしながら、なるほど、喉を締めずに済んでいるような、あ、そういったニュアンスを感じますね。そこにから、ね、そういうことですね、うん、支えに預けてるから開いてるみたいな、はい、それで言うと、はい、僕やっぱがなりとかデスボイスとか、うん、そういう専門な特殊発声の専門なんですけど、うん、やっぱそのがなりとかを行う時っていうのはどうしてもやっぱり詰めちゃうんですよ、はい、詰めちゃう人多いんですけれども、ひゅうり、ん、さんって全くね、全くでっていうことを詰めてなくて、はい、まあ、喉を、ね、締めてなくて開いたまま、うん、そんなよくがなれるなってやっぱ思っちゃいますね。そうですね、なるほど、うん、これまあ僕もそのがなり、マモン君もはじめいろんなそのがなる人を、そうですよね、あの声帯を見させていただくんですけど、そうですよね、上手い人ほど開いてるんですよ。これはね、かなり意外だと思うんですけど、上手い人ほど喉詰めが上手いなって思っていらっしゃる方が多いかもしれないですね。かもしれない。かなりが上手い人ほど、歪みが上手い人ほど喉が開いてるんです。なぁ、これはね、はい。これ皆さん勉強になりますね。なので、まあ、おそらく、まあ、ゆりさんはもちろんクイーン、はい、あので歌うんでしょうけど、そうですね、まあ、そういったね、もしかしたらデスボイスとかもね、出せるんじゃないかなっていうかね。絶対できます。はい、全然なんか一日もあればできそうな感じがします。本当ですか？いや、思います、思います。はい、ということで、ゆうりさんのすごいポイント、ご紹介してまいりましたけれども、はい、なんか、あれっすね。馬力というか、すべてが規格外みたいな感じしましたね。そうですね。うん、このミックスボイス全盛期の時代に、あ、地声の良さをこう、ね、確かに確かに確かに。聞かせてくれるっていう。こういう感じですね。だからまあ発声って本当に可能性がいろいろあるんだ。はいはい。ね。超個性ですね。個性。これは間違いなく。うん、言語化するとこういう感じになるんですよね。そうですね。ね。もちろんね、そのゆうりさんがもともとめちゃくちゃ好きっていう人は、もうめちゃくちゃまたなんか、ゆうりさんの魅力を再発見する、機会になってたらいいなとも思いますし、うん、もうなんか聞きたくなってきますよね。もう聞きたい。そう、もう解説しててっていうかもうなんか、いろいろ分析させてもらっててなんですけど、はい、聞きたくなってきちゃう。聞きたくなってきちゃう。もう、わなわなしてくる。はい、そうですね。そんな内容でございましたんで、はい、ぜひ今回みたいな動画ですね、よかったなと思ったら、ぜひ高評価していただきたいのと、あとこんな感じで、たまに僕ら、アーティストさんの発声の解説とか、させていただいてるんで、あと、このアーティストさんどうですかとか、皆さんぜひリクエストとかありましたら、ちょっとおこがましいですけどもね、ありましたらぜひコメントいただけると嬉しいですので、よろしくお願いします。あと、チャンネル登録お済みでない方、この機会に、ぜひよろしくお願いしますと、ということで、はい、じゃあ今日はこんなところで、はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。